よね。決められている物語の一ページのように君が酔いする間もなく僕の手を引いた。気づかないまま君に吸い込まれて、かけがえのない瞬間をつないでゆく。その朝からベッドシーンですよ。大丈夫ですかね、まだ8時ですけど、朝の大丈夫ですか。今日すごいですよ。ワンエンでこんなことしたことないっていう MV。 なんでベッドで大変なんですか。だからこの朝っていう設定で、朝おはようみたいな。あ、ここに寝てたの一緒に寝てたの一緒に。ここにぬくもり感じるでしょ、スワックの。うわこう、これがスワックとしてこういう感じ。いや、こっちかな。ごめんなさい、なんか笑っちゃう。ごめんなさい。なんでやねん。なんで笑って、そういうシーンじゃない。いやなんかキュンじゃん。いいのかな。キュンじゃないの。このシーン、こういうシーンが続くんで、6人分。もうお腹いっぱいだよ。もう今もうお腹いっぱいだよ。もう早い。や早い。こっから謙信タコパスするからね。早くない。早い。8時寝起きタコパ。寝起きタコパ。だいぶ深い関係だね。やばいね。でもほんと待望のマイラブなんで、コート5年分越しの。いいんですか、むしろ。いいんですか、マイラブなんか。いやだってこれファンのみんなの投票で決まったんですよ。この曲を MV 作ってほしいって声が一番多かった曲。まあ、でしょうねっていう。でしょうねって。逆になかったのっていうレベルなんで、マイラブに関しては。作んなよかったじゃないか。なんでずっと貯めてく。これはみんなの想像にお任せするっていう。いやでも、今回はもう超いろんなシチュエーションで撮るから、多分想像しやすいと思う、逆に。キュンキュンだ。キュンキュンよ。まあ、一番ワイの中で人気ある曲ですからね。そうっすよ、やっぱり大事な曲なんで気合入ってますけど。でもまあ結構バラバラに今日来るんで、エクさん2時とかっすよ入り。マジで。マジで一番サビ歌ってるくせに。もう起こさないで。起こさないで。起きろ。そんなじゃない。なんすか。起こさないで、もうちょっとこう、同性な感じ、うん、この、うん、何見てんだよ、お前は。あ、ずっとだぞ。取った。戻った。俺たこ焼き食べてた。たこ焼きと。え、俺のたこ焼きなのに。お前なの。なんで。俺撮影で使ったたこ焼き。お前使った。お前のたこ焼き。俺のたこ焼き全部ちょうだい。俺が作ったから。お前作ったの。俺が作ったっていう設定ね。なんで設定かよ。絶対お前じゃないだろ。そうね、マイラブの MV 撮影ということでね。テーマは。テーマは彼女との同棲。
同棲ですね、生活。なんか胸キュン、胸キュンのアングルの MV 的な感じの、そうですよね、本当 本当にカメラマンさんが彼女みたいなモンスターだから今回は。そうです、まあ、そうなりますよね、必然的にね。ありがとうございます、なっちゃいますよね。説明ありがとうございます。まだ撮影しないのになんかツンツンして起こしてあげてくださいよ。ツンツン起きてみ、ちょ、お前にどうしても言いたいことがある。ちょっと人の前に言えないからちょっと一回腰折りまして。うわっ、これよくやってました、これよくやってました。小学校の時ずっとやってましたから最悪マジで。ちょっと内緒のこしょこしょ話したいからってやるとみんな傾けるから。じゃあ行ってきますわ、愛してるぜってね、やってきますよ。この距離だね今日はね、ゼロ距離、この距離だよ、ゼロ距離で。そうだよ、壁ドンね。ふっつかってツン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 、ほっぺツンツンだよ、ほっぺツンツンだよ。やられんのは好きじゃないです、やる派ですね。じゃあ行ってきますわ、また。おいおいおい、どうした、緊急な、はいはい、映像撮りましたけど、はい、緊急、何したの。僕はまずなんかお水かけ合って、水かけ合う、そうそうそう、お花にこう水あげてかけ合うみたいなし、 あとなんかびっくりした、あとなんかこう髪を乾かしてもらうみたいなシーン。うわーいいね、いいっすね、いいよね、そういうなんか髪の毛をやるのってこう理想的な、髪乾かすのいいね、なんかさ髪の乾かしてって超理想的なカップルだよね、理想的、憧れですよね。確かに確かに、みんなで一回やりたいような、いいっすね、いいっすね、揺れ神だじゃん。どういう、あっちゃん、僕はうるさいな、どうしたどうした、家じゃないよ、ここ家じゃないよ、お猿さん、あ、ちょっと寝ないよそれ、人んちのベッドだよ。何してるの今、俺乗ったんだったの。終わっちゃった、それだから、ちょっとベッドシーンは撮れないんで、すいません、ちょっとこのシーンは、ねー、ちょっと、大人の、ほら、お互いメイクし合ってんだからさ、お互いファンデーションついても問題ないじゃん。お互いのファンデーションもさ、お互いのなすりつければさ、ね、もっとファンデーションがさ、ほら、なんだろう。あ、俺呼ばれた、はい、行ってらっしゃい、はい、行ってくる、行ってらっしゃいの中はねえよ、無理、はい、こうやっていつも朝を迎えております。おはよう、グッドモーニング、一緒に住みたいじゃない、ほらじゃあ、一緒に行こうか、ほらマイハニー、マイハニー、黙れ、口ずさむハニーっつって、行こう、ほら行こうか、ほら行こうか、メロディーな、いや、ハニーさて、と、ということで、はい、本題に戻りましょうかということで、はい、ケイシー、なんだっけ、たこ焼きのシーン、たこ焼きパーティーのシーン、たこ焼きシーン、たこ焼きパーティーを一緒に、何でした何でした、もうこう一緒にこう、ああしちゃった、ああした、え、された、熱いや、熱い、熱くてもう本当に熱くて、ああみたいな、一回夫婦してあげた、夫婦はしてない、しなさいよ、しろよ、熱いだろ、それがいいだろ、やけどしちゃうだろ、口内、なんで夫婦してなかったの、はい、どんな感じになる、夫婦、絶対に腐った、おい、おい、すごい、もう、この麺絶対もう食えない、食えんだろ、その麺の皮全部、ここが食いたいんだよ、ね、ここそ食べたいでしょ、中のたこ焼き、タコしか食えない、おい、外身を食え、かろうじて、奇跡、誰が食うねん、それ、おい、そっか食いたいんだよ、で、いいね、あとは、たこ焼きしよう、あとは、なんか、そのソファーで、こう寝転がってるところをなんかちょっかいかけられるみたいな、あら、どんな感じでちょっかいかけられるの、寝転がって、これ俺が彼女としたら、寝転がで、こうなんか寝てるところを、寝てるところを俺が彼女としたら、ツン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 、違う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 、彼女、彼女、彼女が覚えてる、違う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 、寝せ寝せ寝せ、寝てるからね、気づかないはずだよ、普通に、使えない
ない。やる気スイッチ押してるだけやん。やる気スイッチってやってるだけなんだ。君のはどこにあるんだろうって結構たまたまやってあげるよ。君だけのやる気スイッチ。何それ知らないの。出た知らない。知らない流行ったやん。めちゃくちゃ CM CM やる気スイッチ。やる気スイッチ。もう調べて。言っても分かる。やる気スイッチは分かるけど。結構押すと CM があったの。ハヤトさんは。じゃあハヤトは。俺は、うん、あのベッドシーンにした。え？ちょっと一回行こう。いやこうなってました。はい。そうなってないけどマジで。どうなって彼女。おはようつって。彼女こう。トゥントゥントゥン。ああっと起きて。パッと見て。どうするの。分かっておはようってパッパッて。やだ怖すぎる。どうすんの彼女。彼女もおはようって言うの。おはようって。何なに監督。なんて。いやうまいっすこれマジで超うまい。いい色化粧っすよね。これでおカフェ来るんすか。うん、もうたまに。ねえー。めった来ないっすよ。ブラックコーヒー飲めないっすか。ね、本当に。つい 2,3 年前はカフェラテ大好きだったんですけど、うん、カフェラテもちょっとくどく感じてきちゃって、最近アイスコーヒーマジで多いっす。大人になりましたな。いやでもね本当に俺マジで20歳ぐらいの時に何がいいのか全然分かんなかったけど、最近すごい癖になるっていうか、まあさっぱりしてて美味しいよね、うん、この程よい苦味がなんかこうちょうどいいですよね。大人になったね。うん、どうですかさっきの、あのさっきのデートシーンは楽しかったですか。いやね、普段やることないんで楽しいですよ、ね、うん、キュンキュンしてましたみんな。笑いが止まらない。いやいや、笑ってたんでしょ普通に。普通に笑ってたんだよ、それはもう。そりゃそうよ、だって日頃バカしかやってないんだから俺が。バカみたいなことしかやってないんだから、その人たちが急にカッコつけてなんかあーんなんてこと。カッコつけてじゃない、なんかデレデレしてる感じ。そうないでしょ。ないっすね。あるわけないんだから。いやすごいわ、うん、あーんってこう一応絵見せておいて、結構ね、シャープに出したい。8年前からね。ん、高速道路でやってたの8年前からね。パーキングエリア、サービスエリアやってたのが。やめてよ監督、あれ長いね。うわー、三頭筋を鍛えてます。ここです、側頭部の。ここがでかくなれば腕が太くなるらしいんですよ。きますね、腕立て。いきます。これやばい、肩死ぬ。なんで結婚式場で筋トレなんかしないんですか。今役作りします。筋トレで体でかくして。結婚式場でやらなくていいじゃないですか。こんな。いやもう、いやこの結婚式場で座ってるだけで落ちてる感覚なんですよ筋肉が。やっとかないと思う。あった方がいいですか筋肉。筋肉あって、あのマッケンユーさんとかめっちゃかっこいいじゃん。めっちゃかっこいい。ね、あれめっちゃかっこいいよね。やばい。あれ結構憧れの筋肉。もう画像保存してそれ見て。やってるもん。持ち場があるんですよ、やっぱ筋肉ある人の画像見ると。あれ目指した。マッキンユーやばいですね。マッキンユーさん目指しますわ、筋トレ。ゾロになるわ。鉄拳ユーになるわ。鉄拳ユーってやだな、なんか。鉄拳、ちょっと鉄拳って俺と剣心のコンビ名ですよ。なんか、ちょっと、ちょっとやだな、それ。え、フュージョンしちゃったね、言ってますよ。もっと筋肉強弾の人がいいんですよ。もっと筋肉強弾、最近サボりがちなんですよ、彼。もう今もうほら、もう。違う勉強にこうやっちゃしちゃってんだもん、うん、勉強型っすね彼は、うん、松田さんのね。あのスーツが似合う男になろうよ。なりたいっすね、ちょっとあれ。何これ、えかっこいいよね王子様。そうっすよ、もうマイラブって感じっすよね。もうそう似合うのかな、お前さんにこんな衣装。似合わないんじゃないですか。なんかワエンちゃん無理してるとかコメントやめてくださいね。吐くの似合ってるっていうコメントしか受け付けないですからね。これどこな。いや、すごっ。やばいっすか。やばっ。え、テッタンどれ。あ、
俺どれなんだろう。俺どれ貸すね、多分。でも、そうだったよね。うん。これですね。一番シンプルじゃない？はい。顔がブランドだから。顔がやっぱ、顔がやっぱあのグッチさんとかセリーヌさん系統寄りの顔なんで、やっぱこういう無地着ないと、なるほどね。あのやっぱ喧嘩しちゃうんですよ。そうだね。こんな結婚式場でダンスね、ダンスなんて。そうっすよね、マジで。目にも思わなかったっすね。でもいつかワイン呼ばれたいっすよ。誰か呼んでくださいよ、スワックのみんな。あのスワックが結婚とかした時に、もうサプライズで行きたい。だからその夫がね、夫がワインにオファーかけて、したら俺飛んで行きますよ。行きたいもん俺マジで。新郎さんをでもこっそりこうやってで、みんなでこうやってってお祝いしたいもん。今から新婦にサプライズがございます。それではどうぞ。ちょっと待った。おい、この子は俺の嫁さんだ。いや、俺の嫁さんだ。俺と付き合ってくれ。この通りだ。この通りだ。いいの？いや、俺は渡せる。この通りだ。じゃあどっちを選ぶ？どっち？どっちだろう。俺は渡さねえ。俺は渡さねえ。お前幸せにしたるぜ。俺の方が幸せに見える。当たり前だろ。どっちだろう。じゃあ何してくれる？付き合ったら何でもするさ。お前の好きなこと何でもするよ。こんなインナーエアリズム野郎に負けたくねえよ。そんなこと言うな。なんかしてくれる人じゃない。そう。まだ全然違う。なんなのこれ。やっぱりこっち。そういうことですよ。今僕は試していた。これであなたが僕を選んでたら今すぐ結婚やめちまえって言ってた。だけどお前は、あなたは彼を選んだ。本物の愛ですね。マイク、プリーズ。 Thank you。この度は本当にご結婚おめでとうございます。非常に僕は嬉しいです。あ、皆さんご飯は食べてください。おかわりしたい方もいるそうなんで、早くやれよ。なんか早くやれ。おかわりは出してくださいね。いや本当に、ありがとう。いや、彼がねオファーかけてくれたんですよ。あなたのためを思ってですよ。サプライズだよ。でも私あのエイク君欲しい。そこにもエイク君。俺、教えてき？教えにした？え？変わった？あ、絶対結婚して。ついこの間のライブで俺のボード持ってたから。いや、絶対結婚して。だよね。はい。さあ、早く見せてくれ。何か非常に嬉しいでございます。早く歌えよ。早く歌えよ。それでは歌います。ハッピーバースデーマーマレード。違えよ。マーマレードだろ。なんでマーマレードだろ。聞いてください。マイラブ。それでは皆さん手拍子。My love, 出会いが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  My love, 全てが君でいっぱいさ。偶然の重量に逆食べて目に見たコーラ見つめ合うたびによ。あんして Do I know 離さなくても君を感じているよ。 Myハード作ろうか。はいはい。本当におめでとうございます。なんか僕的に
考えてるけど。大丈夫。しちゃいないの。帰れ早くお前ら。間違えましたよ、呼ぶ人。こんな結婚式嫌です。それだけ見たら帰るわ。嫌です。こんなやり相撲男。帰れよ、お前早く。でもよかったよ。よかったよ。何よかったよ。これで俺を選んだら。俺はがっかり。やっぱわけねえだろ。お前、これでもうお前呼ばれないよ、お前のせいで。呼ばれない。次はあなたの結婚式に行きます。最悪だよ。食べてって言われます。食べて。やるかったんじゃないですか。よくねえだろ。よくねえだよ。これ編集大事ですね。全然呼ばれねえよ。ショートコント、ショートコント。何？ショートコントする。コントコント。呼んでほしいな、でも本当にワンエンを結婚式とかに、うん、本当に呼んでください。結婚式絶対行きます。考えてるそこのあなた、ワンエンをぜひ結婚式に呼んでください。絶対にお願いします。本当にやりたいもんね。末永くね続くと思います。多分俺らが行くと、あの本当に一生一緒に入れるっていうね。行ったことないですけどね。約束契約もあるんで、ないですけど、そういう書類もあり、書きます、やります。大丈夫、それわかんない。それその人たち次第なの。そっかそっか。でも呼んでほしいし、曲とか使ってほしいよね。マイラブ使ってほしいね。この MV 次第だね。そうだね。これで採用されるかどうか。ダンスシーンね、頑張るね。なんか冷たい。